長島イラは日本のタレント、女優であり、女性アイドルグループ、乃木坂46の元メンバーである、愛知県碧南市出身、ホリプロ所属、碧南広報大使、身長159センチメートル、血液型は O 型、愛称はセーラリン1994年5月19日、愛知県碧南市で生まれる、中学生時代は、 テニス部に所属しながら応援団長を務め、高校生時代はサッカー部のマネージャーを務めながら女優を目指し様々なオーディションを受験したが最終審査までたどり着けても合格できずにいた。愛知県立壁南高等学校2年生の時、友人から乃木坂46の一期生オーディションを受験するよう勧められ、女優へのステップとして受けて損はないと応募した。 2011年8月21日、乃木坂46の一期生オーディションに合格。オーディションでは、川島愛のマイラブを歌った。合格後、上京することが条件だったため、愛知県から上京した。同年11月13日、乃木坂46公式ブログを開始した。2012年2月22日、乃木坂46のファーストシングル、 ぐるぐるカーテンのカップリング曲、左胸の勇気、失いたくないから、乃木坂の歌で CD デビューした。2013年3月13日、乃木坂46のフィフスシングル、君の名は、希望で、初の選抜メンバーに選ばれた。3月18日、高等学校を卒業した。乃木坂46の活動に専念するため、大学進学はしなかった。 2014年4月、ラジオ番組、沈黙の金曜日のアシスタント MC として、レギュラー出演を開始した。ちょうどトークの仕事を頑張りたいと思っていた時に、依頼された。乃木坂46メンバーで、斉藤由里に続く二人目のラジオ番組レギュラー、出演者となった。同年4月15日、極東ロックンロール、ハイスクール第2章の第4回公演。 乃木坂 46VS 騎士団学生部区、反逆同盟で、中本姫か、農場学み、河村誠よう、深川舞、中田花、長島聖羅、斉藤飛鳥と、乃木団を結成した。同年9月17日、AKB48 第5回じゃんけん大会で、斉藤ゆり、河後、春菜、中田花と、小島春菜の応援団小地坂46として、登場した。 2015年1月10日、乃木神社で成人式を迎えた。同年2月4日、ラジオ番組、乃木坂46長島セーラーのデリシャスミュージックのメインパーソナリティとしてレギュラー出演を開始した。2月22日、乃木坂46の3周年記念ライブ、乃木坂46サードイヤーバースデーライブの直前で入院し、 体調が回復して退院するもライブへの出演は一部のみとなった。同年9月30日、乃木坂46メンバーでは初めて、出身地自治体の制作によるドラマ仕立ての PR 動画、竜が守る街に主演し、公開となった。同年12月17日、乃木坂46アンダーライブアット日本武道館で乃木坂46を卒業することを発表した。 卒業は昨年20歳を迎えた時から考え始め、その後、乃木坂46サードイヤーバースでライブの本番直前まで体調部長で入院したが、前日のリハーサルにも参加できず客席で観覧中に自分がいなくてもライブが成り立っていることに気づき、10代の頃から始めた乃木坂46長島聖羅としての役割はここで終わったと感じた。また、 ちょうど一つの区切りとして、成人式を迎え、後輩の頼もしい成長が気持ちを後押ししたこともあり、6月頃、誰にも相談せず、卒業する意向を伝えた。2016年3月20日、乃木坂46アンダーライブ全国ツアー2016、長島聖羅卒業コンサートで、乃木坂46を卒業した。しかしながら、それ以前に撮影された番組として、 3月29日に放映された、ラリン、マギー、内山くんが行く、フィフスリニア、鉄道館、ゆるい遠足に出演。これが、乃木坂46メンバーとして、最後のテレビ出演となった。2016年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年。愛称は、セイラリン、ラリン、長、a さん。 乃木坂46在籍中のキャッチフレーズはいつもあなたの心にお届けもの。笑顔と元気のセーラーリン。トレードマークは笑顔。笑顔で声が大きく汗をよくかく。三人兄弟で兄が二人いる。将来の夢は女優、マルチタレント。十年後も芸能活動を続けていきたいと考えている。目標とする人物は上とあや。 その他、乃木坂46加入当初は、高橋みなみ、前田敦子を目標、憧れの対象として挙げていた。苦手なものは蛇。所属事務所、ホリプロの先輩にあたるイジリー・オカダ、サマーズ、アズマ・タカヒロのマギー・シン氏アルコ・ピースと共演する機会が多く、可愛がられている。趣味は、映画、ドラマ鑑賞、買い物、散歩、スポーツ観戦、物件探し、 猫好き、ゲーム、スポーツ観戦では主に野球とサッカー、ラグビーを好む。好きなプロ野球チームは、地元、愛知県の中日ドラゴンズで、立浪和義のファンになったことが、中日ファンになったきっかけである。乃木坂46在籍中には、特技としてパントマイム、背中や腰に物を乗せられること、ピアノ、テニス等を上げていたが、 卒業後のプロフィールとしては公表されていない。保有資格は5位、読解力検定3級、普通自動車免許、国交省、管理団体ドローネット、UAs レベル2。乃木坂46の乃木団のキーボード、モンハン選抜。乃木団では楽譜が読めて、ピアノの経験もあることから、キーボード奏者に任命された。乃木坂46では森立役で、 リーダーではなかったがリーダーシップを発揮していた。提案が受理されるか却下されるかを問わず、とにかく良いものを作るためには意見交換が必要だと考えており、乃木坂46のアンダーライブセカンドシーズンでは、ライブ映像を見て修正すべき点をメンバーに伝え、ダンスについて河村誠用に助言を求めるなど、アンダーの中心的存在だった。白石舞とは、 番組企画の体力測定時に仲良くなり、白石舞が長島セーラを芋炭と呼び、長島セーラーが白石舞をお姉玉と呼ぶことから芋玉コンビを結成している。乃木坂46で好きな曲は、君の名は希望、あの日僕はとっさに嘘をついた、初恋の人を今でも、優しさとは、遠回りの愛情、自由の彼方。乃木坂46小地坂46。 乃木坂46、ありがとうございます。